てホワイトバレーのインフラを直していくよ。直さないといけないのは4カ所。マック中央の長い橋とノースポートへつながるトンネル。トラックを回収するときに通った崩落した橋とパイプラインね。パイプライン直す前に掘削所に装置を配達してほしいと言われているのだ。そういえば忘れていたわね。でもまずは橋を直した方がいいと言われたのだ。幸い橋の材料はガレージ近くの製材所と橋の近くにある工場から調達できるね。そのあたりは積んだもんに任せるのだ。あと悪いけどトンネルの修理やパイプラインの資材も持ってきてくれない。たくさんお仕事を押し付けちゃってごめんね。大丈夫なのだ。お口にある工場だから積んだもんのトラックがちょうどいいのだ。ホワイトバレーは路面が安定しているから大きなトレーラーで大丈夫よ。多分掘削所の装置とパイプラインで使う大型貨物を乗せて、二軸目が引っかかって走りにくいわね。民間で外されることがある理由がよくわかるね。まあここは舗装路が多いし場所によってトラックを使い分ければいいんだけどね。せっかく立派な道があるから詰めるだけ積み込んでたくさん配達したいね。橋の近くに来たね。ここからはずんだもんの出番で、橋やトンネルを直しに行くのだ。4つ貨物が乗るトレーラー買えば十分なはずなのだ。まずは木材を乗せてとスペアパーツを積み込んで納品して長い橋の復旧を終わったのだ。こうやって復興に携われるのはやりがいを感じるのだ。かっこいいトラックに乗れるのが嬉しいのもあるけど、自分の成果が目に見えるのが楽しいのだ。さて次はトンネルの復旧なのだ。ここは道が険しいし荷物が少ないからトレーラーがなくても十分なのだ。小さなパイプとコンクリートブロックと、しまった、これ以上乗らないのだ。よし、険しいと言ってもごく一部なのだ。ちょっとぐらいの来たってへっちゃらなのだ。こういう時こそクレーンの進化発揮なのだ。クレーンを伸ばしてバランスを取るのだ。あとは慎重に行けばどうにかなるはずなのだ。あとはトンネルに納品してこっちも復旧完了なのだ。次はパイプライン用のを組み込んでメタンがいるところへ向かうのだ。ここからはしっかりした道路なので安心して通れるのだ。工場にあった荷物があるトレーラーとパイプライン用の荷物をつないでと納品して完成なのだ。これでホワイトバレーの橋は全部直ったのだ。私の出番が来たね。積んだもん、ありがとう。このトラックは小回りが利かないけどパワフルだし、常時デフロックなおかげで私が普段使っているトラックよりもゴリ押しできちゃうのよ。なんとたくましいんでしょう。無事掘削装置を納品。あとはずんだもんと一緒にパイプライン直すだけね。パイプラインに必要な鉄骨を乗せて現場へ向かうのだ。なかなか狭いところなのだ。メタン、あの大きなので大丈夫なのだ。心配だからついてきたのだ。大丈夫、このトラックならどうにかなる。メタン、奥のトラックで行くのだ。大丈夫よ、このトラックはたくましいから。
かなったじゃない。さすが軍用トラックだね。もっとすごいことできそうだね。ごめん、釣り込んだところだったら助けてほしいな。大丈夫なのだ。ガレージに見慣れない人がいたのだ。新人よ、もうすぐ現場に出られるかな。